This program is the Nawaka Pachinko and Patches Low Variety. Main personality Yara Will. Moekaf TV. やるさん、おはようございます。えーおーい、おはようございます。えー、1月9日、行くーの日ですね。うん、はい、奈良といえば、はい、まあ今から奈良に、奈良といえば、はい、まあ仏像とか、はい、大仏とか、はい、まあお寺が多いとか、はい、鹿とか、はい、まあけど弟子はじゃあ何かあるのかな。あ、そうそう、俺もね考えてた。そう、奈良って何だろう、奈良漬けぐらいしか、うん、幕張に出てくる奈良ぐらいしか浮かばんもんな。あ、奈良かったのね。奈良かったあの若い視聴者を置いていくスタイルを選んでいき今年も相変わらずですね。30代を狙ったアラサーのためのパチスロ動画やる俺もえかすなのに、なぜか20代が多いという大丈夫、こうついてこれるよね。分かってないじゃない。だって女性もそうじゃん、若い子無理っていうのは、若い子と付き合うの無理とかあるじゃないですか。あ、喋るのが世代が違うから、例えばその幕張の奈良かったも分かんないわけよ。あ、俺そういう若いからっていうのはなくて、うん、もう分かんないなら分かんないで、これ俺のネタって言えるかな奈良、あ、でも奈良に似てる例えばカラオケ行ったら歌が、ね、ああけどそれはあるやろうね、カラオケが一番やろうね。今の人たちで言ったらアシッドブラックチェリー、はいはいはい、なるわけです。世界の終わりとかアシッドブラックチェリーで1個、はい、あるんですけど、はいはい、昨日会いに来てくれた視聴者の女性の方が、はい、まあサインを書いてくださいと、はい、携帯の裏にパッてケース見たらアシッドブラックチェリーのケースだったのに、携帯スマホケースが。俺はひるまず言ったよ、アシッドブラックチェリーと俺どっちが好きってめちゃ悩んどったいや悩まんやろ、めちゃ悩んどった、どう考えてもめちゃ悩んどったけど勝った。いやそれ本人をね目の前にしたと言うでしょツイッターでは、いや、やっぱアシッドブラックチェリー最高って言ってると思いますよっていうか、そういうの聞いてくるの決めーってやろう、決めーこれでも飲んでる。あるわね、それヨーグルト飲む奇跡やん。スターウォーズ、スターウォーズです。アンズビーツなんで、なんであいつがスターウォーズですって言う言わんやろ、知識のなさよ。スタもうツッコミもおかしいし今日はゲイパワーズ西の京へ行きます。西の京、西の京、なんかちょっとね、ことな感じがする、ね、かっこいいね。今ちょっとパッて寺があったんですよ。おちょっと 寺みたいなやつ、ね、奈良だし一回行ったんだよ京都で、あの千住のいっぱいいっぱいおるとこ、なんていうんだっけな、めっちゃおるとこおるんよ、その像がいっぱいあるところがある、いっぱいあるとこあるんよ。あとそういう系のスポットで見たさ、鳥居がずっと並んどるとことか、ああの合図で出たとこやね。ああ、そっかな、あの縁結びの、はいはいはい、縁結びっちね、そう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 合図で言うとね、橋を渡ったら大丈夫、若い世代置いていくけど一緒かな、一緒かな、今やったらニセ恋とかね。あれ少ない、あれ5人しかいない、いいやいいやいいや、まだ選び放題ですね。よしよしよし、よかった今来て、よしよし、窓マジここ、いよいよ映るなくなってきたんだよねガルパンガルパンね、俺出るイメージがつかないんだよね。出ないやろ6でもなんか出るイメージない。いや6は当たりが早いだけで出らんやろ、だって初戦戦前やろ、そんなのよ刻む系よ。
ドゥルドゥルドゥン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 ドゥあ、もう入るよ入るよ。4万も持ってんの。そっか、昨日3000枚超人パワー。トゥルトゥトゥン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 トじゃあ私は9名に行きましょう。私は9名になるつもりだ。前日は？ああ、まあ悪くない。はい、というわけで打っていきましょう。新年初ですね、まどか。なぜかというと9名パネルが餅みたいだから正月っぽいからです。俺昨日やりきたのユニメも回収するの忘れたよ。ああ。いつも。まあ、お？スイカからやけんね。これはね、変換の断りやね。もう窓プロやね。窓プロよ。これさ、何も引いてなくてここ行ったら何？朝一降格ですね。あ、うまいんだ。設定変更で、さらに高設定の可能性が少しだけ高まります。詳しい窓プロ。窓プロです。お、チャンスね。ちょっとうざい、そのテンション。ほら。これね、こういう当たり方する台は大体もう調子いいから。これもなんかあるあ、この揃えないのもなんかある。いや、ミスった。一生死しようとしてミスっただけ。恥ずかしいやつかな。125ゲーム投資が5000円。最後で上手。調子いいね。調子いいね。立ち上がりが、引くタイミングが完璧やと。朝一発目のボーナスでマイカラッシュは最先いいわ。さすが9名パネル。おお、アルプルギス。おお、いった。さっきの？さっきの茶目。ボーナス。恥ずかしい。さやかちゃんが仕事する際はね、総じて調子がいい。これは本当に。まあまあ調子いいよ。ビッグボーナス。頑張れ。ポカーン。よし、ボーナスが軽い。31K ボーナー。頑張れ、延長。おお、激しい、延長。よっしゃチャレンジ。好きな演出。好き好き。おお。
行くんかい。何これ。よう行く。6やない。ああ6やない。おいおい。お。この窓かの下り顔がたまりませんね、準備中の。どうやってる。プチボーナス RB。 マゲチめっちゃレアクスね。ああおい頑張れ、いっちゃえ。ホームランまで、ホームランまでない、窓かまで行け。よし、お、いったー。確定よね。確定。いや、うまいわけど。みんなおる。おい、すごいね。すごい。良さげやね。突入率がすごい。頑張れ。おう、おう。久々見たわ。すごい。どういうこと？わざわざ狙ったのに。延長。うわー、2セット。あと2セットあるってこと？初めて見た。それ6やな。シティヘブン。6やろ。あー、まあ上っぽいよね。絶対下じゃないもん。ああ、最初良さそうだったもんな。まだ分からんって。十分乗せろよ。分かりあるって、追加ぐらい。ある？まだ早い。500余りだけど、ある？あるある。全然ある。だって逆に言ったら今1キロ下回ってるわけよ。右も出だしたな。まだおるよ。あれ？あれ？2セットじゃなかったん？ボーナスがおるだけか。ボーナスおるだけやった。ごめん。ああ。2セットじゃないわ。そうよね。だったら100乗るもんな。そうやね。ごめんごめん。勘違いしてた。ドヤ顔で2セットとやったけ恥ずかしいけ、コーヒー取ってくるわ。やっぱ向いてないんだろうな、俺。めっちゃ弱気やん。今のこれでスイカ2回引いて2回とも当たらんってことはうんこやろ。もう腐ってる、腐ってる。ほらまたスイカやん。18回目よ。しかもちゃんとあのステージよ。これでスイカ引いたよ。18回目よ。あのマギ難しいな。難しいよ。なんかわーって出たなと思ったらいきなりこうなるけんね。千枚なんてゴミくずよ。もうやだ。まあ、窓巻きもね、悪くはないんだろうけどね。俺の以外。お、なんか変な音した。ケイ君に来てくれた。偉そうやろ。投資が14,000円。おもこっとおるこっつわけがわからんよ。こっちもほんと行かんな、落とせんな。そんなこの先打ってても出るビジョンが見えないよ。
から映る。ということで評伝、やっぱり好きなんだな。ダンス目重っ絶対ないわこれ。当たりませんな。クソマギやった。おお。英才教育。小学生に見せちゃダメっす。やばくない？100前から回し始めて一回もチャンス目引かんって。小瀬1。大丈夫。クソな評伝は右上がりリップぐらいじゃビクともせんから大丈夫。知ってる俺は。うわー、うざい、うざい。472ゲームマジでうざい。まだあるやけど、まだチャンスの方。やめて。ああ、やっちまったぜ。見たらステージ落ちてるし、どういうこと？むちゃくちゃひどくない？ダメや、この1000円でどうにもならなかったもやめよう。窓ガキでお前5時間ぐらいずっともみもみしてたの、お前小1時間で飲まれるってどういうことや、ほんと。ええー、加減にせえ。それでは皆さんさようなら。しかしいいですか？やだ。高設定王のプラムが揃いやすく、コイン持ちがいい。それだけ覚えとけば大丈夫。通常時適当打ちでもいいらしい。というわけで3代目キングジャック、なぜかというとですね、ジャグラー打つほどなんかなって感じやし、打ったことない台は打ちたいけど残り1万円しかないから知らない台打つシリーズです。そしてこの K パワーズ上原愛ちゃんが来てます。すげえな、すげえ格好で打つ。おプラムがいいよ、コイン持ちいいよ。あ、いい音。これはちょっと楽しく打てるかもしれない。私なんかレベルが上がった音みたい。まあ俺の打ち手としてのレベルは全然上がってねえんだけどな。レプさんあるんじゃないですか。ほらレプ4。いやいやあるやろ。子役を挟んで、はい、じらすね。おいただのリプレイかな。あ、違う、うち RT になるって言ったからそれかな。お役こぼしてたらうち RT に入ってどうのこうの、 BMAX と一緒って書いてあったから。おいおいおい、you
だ。えっ、いっさん。よーし、はい、OK、できた。なら、はい。はい、バーベキューボーナス。405ゲーム投資が4000円、いいね、楽しいよ。こういう適度に煽りあるノーマルギーが好きなんですよ僕は。大量なき今そいつに続く台になれる、なりうるかもしれん、こいつが。やっぱノーマルやな。いいな、リールロック2段階は結構熱いな。レプ3よ、あってもいいんじゃない。レプ4、これアクアビーナスみたいなね、言ったら。おっしゃー、そういうこと。はい、はい、3じゃダメ、5、はい、ストップ。よっしゃー楽しい。はーい、101ゲームなかなか告知音が爆音っていうのがいいな、またみんな聞き慣れない音だから思わず振り返っちゃったりなんかしちゃったりなんかして、おもろいやろ、びっくりした、おもろい、おもろい、おもろい、いいな、リプレイいいな。リプさんぐらいから、ああ、ちょっとテンション上がってくるね。ちなみに今ですね、総回転数が1200で、ビッグ5のバー1だから、単純計算ボーナス確率が200分の1なわけですよ。で今ね、合算見たら設定1でも182分の1なんですよマイナスやないかーい。まあ設定入るわけねえわな。大量に来た、なんかそうなんよ、そうなんよ、この適度な煽りがねいいんですよ。おい、もう一枚、クリコ、カズヒコ、あー、お、いや、外れもある。あー、そうか、1段階は外れオアか。ちょっと AP に疲れたら、こういう、あー、癒されるわ、ほんと。あー、そうそう、なんかね、おっと、入賞音が違うぞ。これはどういうことだ。チャンスだ。おー、気持ちいいよ。これはビッグでしょ。上がれ。いや、まだ上がる。よし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 あのタイみたいな可愛いキャラクターがおらんことかな。おっ、157ゲーム2段階目はもうリプレイに対応してないんだよ。あ、だからもう二角なんだよ。残念。うわー、外れそう。あー、わかる？え？負けなんだよ。あ、そうなん？だって7だったら7先発だよ。バチコーイ
けど7でバーが多かったらいいんだって、高設定の可能性があって、まあバーなんやけどね。早かったけんけど早くねえか、124ゲームは早くねえわ。いやけど当たり方が王道の当たり方やけんね、これね。いや知らんけどさ、何が王道か。おお、うわおじゃー、早め52ゲーム、うまいなー、ほいー。このプラムの払いなしの音もいい、うーっうーっていうのがクリリンが笑う時みたい、うーっうーっうーっ。いや思ったよ、悪徳情報よ、これはもう花火パルスター、プレイヤー、サンダー、キングリッジ、ひどいよ、はっきり言って告白よ。今俺、ふと思ったわ、なんで俺、お気抜き言ってんだろうよかったじゃん、ぼったくり、ぼったくり、エーサンコーナー、落ちないわって。おっ、こうだ、あわあら、あら、あ、こぼしかな、こぼしじゃなかったらリーチ目のはず。おーい頑張れ、それで、それで、おやはい、11ゲーム、はい、あ、音楽が違う、嘘やん、いやそれビッグやろ、うわーバーナー、嘘やん、まあ、ええー、けどさ、そこは景気よく、あー、いやーすげえな、結構ダサいやん、責任持って2000円ぐらいまでは育ててあげようかな。めちゃハマってるやん、もうやめよう、調子乗った、やっぱね1ゲームぐらいにした後ハマるよ、わからんね、アクロスは荒いけんわからん、1277枚。セールさんお疲れ様でした。投資が34,000の回収が出てきた、負け負け、結構あの天井前でやられてましたね、俺がパッて見て、あ、もうすぐやと思って、次見たらドラゴンと追いかけっこしてたから、まあやっぱエータイプ早いっすね、早いっていうか面白かったか、面白いでしょあれ、いやあれはね、ビートレに導入してほしい。ビートレに、うん、まあまあ6打ちたいでしょあれ、うん、また当たりがねポコポコいってたからなおさらね、いろんな面白い、そう、いろんなバリエーションのリプレンからの当たりもあり、うん、フリーズもあり、うん、リーチ滅ドンもありみたいな、うん、シダ動画かと思った、いや本当に綺麗に、まあ、最後600ぐらい700ぐらい余ったんだ、正直受け狙い的なとこあったの、あ、気になって気になったの、うん、あ、そうな、これで、ね、1万とかして帰ったらって思ってたわ、うん、まだはまあちょいちょいガロ結構出てましたね、出てた、まさか正解はガロやったよね、ガロやったっすね、やっぱユニバカするべきだった、いや、ユニバカしたというわけ、結果ね、まあね、そっかそっか、岡崎っていうところにまで僕たちは見てますよっていう、うん、いや、ユニバもね、ちょっとね、ガロのこと忘れないと思うんだよ、逆に、ね、触れないで、触れない傷だ、
いやでも今日やばかったね、本当に途中でさ、マジ帰ろうかと思ったね。いや俺もうあの時、いやしかもちょっと眠かったんよ。ああ俺寝てた時やろ、移動する台もないし、店狭いし、でその時点で1万4000負けとかやったっけ、明後日頑張ろっかなとか思っちゃったわけまあ今日はね、正直今日はもうこれちょっと軽い痛みで終わろうと。そう、その後キングジャックにぶっ込むつもりだった。1万いってたらマイナス4万だったのが、1万ちょいになったから、考えたらあれ、マドマギでやめてて3時に終わってるってこと変わってるでもさ、面白い台に出会えた、まあ、そう目玉があったっていう、だからまくったのと一緒ね。よし、鹿食べれる。鹿は食べる。ボタン鍋はこの辺ではない。ないんか。フグはありますけどね。フグ、まず鹿を食べるっていう瞬間というか、必要ないですから。鹿は新鮮なもんよ。ボタン鍋、ボタン鍋って俺が言ったらめっちゃ変な顔されたよ。ボタン鍋は、ああ、ああこっち系ね。テンション上がるやん。まあね。どうでしょうか。奈良に乾杯。駅前で妥協せんよかった。よかった。ああ来てよかった。マジで。何階だっけ、一番上の7、とりあえず一番上のホテル。そこにね、ちょっと若い女子がいる時点でこのビルに期待が持てる。バンめっちゃ声聞こえてる。あっさりは5階ダンスブックするの。目つぶってさ、もう、あ、そうや、なんか、押していいですか、いい、乗りました、見るよ、いいよ、ここちくちく、一回や、一回や、それ嘘、違うとこにしてる、たどらず、こう、指先で押してる、押したろ、押した、押した、あ、でも、東しかないそこ開いてないし、そこ開いてないはい、そうそうそう、そう、右手、あー、違う違う違う、右手、うん、そう、その下に、違う違う、一瞬のとこだやろまだやるおいすごくない、すごくない、同じ店同じ店、帰ろ帰ろ、飲み行かずして楽しんだわ。飲みどころめぐみさん、ありがとうございました。ご迷惑おかけいたしました。